第2回の流した後の第3回これでもうバックも全然違うんですよ。そっか。多分びっくりすると思うんですけど、もし見てね、続けて見ていただく方は。ではまあここから、まあ、改めてちょっとお話を進めさせていただくんですけども、はい、まあ、僕は前回お話した通りです、井上尚弥選手の話、はい、まあ今回もちょっとお話させていただくんですけど、どうしても井上尚弥選手ってその試合後綺麗な顔でインタビュー受けられたりとかしてる、はい、もうそれこそなんか汗一つかいてないんじゃないかぐらいの印象を持つ選手なんですけど、はいはいはい、その中でもなんか唯一もう血だらけになった試合があるじゃないですか、はい、あれもちろんご存知でいいですか、はい、ドネアですかね。あ、そうですね、はい、はい、ドネアの試合、あれは多分会場で見てました。確か、あ、会場からですか、はい、1回目ですよね。あ、そう、1回目です、はいはい、1回目です。それこそまぶたかなんかカットすると思うんですけど、はいはいはい、そのドネア選手、対戦相手のドネア選手はパンチ力が強いっていうのは、はい、まあ、聞いてるんですけども、どのパンチがやっぱ一番有効なのかなと。あ、やっぱまあ有名ですけど左フックじゃないですかね。うん、まあ、ドネアの左フックっていう、どうやって当てに行くってやっぱ考えたりするんですか。いや、もうレベル高すぎて分かんないですけど井上尚弥もかなり警戒してたと思うんですよね、あの人やっぱり、はい、左フック危険だ、それでも食らったんで、はい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 、相当見えなかったんだろうなっていう。多分対峙しないとわからない、やっぱり あったりするんですけど、あんだけ警戒されて当てるっていうドネアもすごいし、そうなると、はい、まあ、何かしらのくさびもしくは布石みたいなものが、そうですよね、あるんでしょうね。っていうのは、しかも結構早い段階ですよね、はい、ラウンドも、はい、なんでそう、なんか、え、嘘でしょっていう、はい、一瞬自分でも僕もびっくりしてる、はい、どうしてもあの試合の後の綺麗なイメージがあるから。そうですね、切りましたからね。血だらけじゃん。僕は井上尚弥選手をちょっと見てからは初めての怪我じゃないかな。はいはい、いや、初めてだと思います。アトムの先にも。切ったことはある？切ったことはあります。あります？はい。目に入ったりするんですか、やっぱあれって。あ、僕は大丈夫でした。その時すぐワセリンで止血して、はい。大きくはなかったんですけど、多分相当入ってましたね、あの時は。あれ、もし入ったら見えないんですか？どうなんですか？見えないと思います。はい。で、だんだん腫れて、来てる選手もいるんで、腫れてくると完全に塞がるんですよね。はい、もう固めで戦うみたいな。あとは2人に見えるとか、多分井上尚弥もドネアが2人に見えたって言ってたと思います、あの試合。はい、相当なダメージを食らってるんですよね。はい、2人に見えて試合って、どないやねんって話ですけど。だからなんかあの時こういうガードに確かやってたんですよね、尚弥も完全に塞いで、はい、確かその後、はいはい。だからもしかしたらもらった後の対策も、練習でしてたんじゃないですかね。なんか左目、左フックもらった後、まあ、推測とはいえ多分そこまでやってたんじゃないかなって、うん、あんな適応しすぐに、はい、対応できないなと焦ると思うんですけど、はい、まあ、とはいえね、あんなふらつく姿とかなかなかないのかで、はい、まあ、勝ち切った、はい、いや相当すごいっすね。そうですね、もう速さとか多分尋常じゃない。なんか、うん、ドネアの練習動画とかも YouTube であると思うんですけど、うん、恐ろしいんで、左フックが、はい。ちょっと後ほどその実技をさせていただくので、はい、左フックでどんなもんなのかって映像とかもちょっと撮らせていただきたいと思うんで、はいはい、その時またよろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあちょっと実技の方にこれから行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、改めてお願いします。はい。お願いします。ちょっとその、まあ、ボクシングの基本的な、パンチの軌道的なものをまず、やっていただけたらなと思うんですけど。はいはい。こっちにですか？あ、壁沿いに、そうよ。あ、そっちですか。そんな感じで。まあ、基本的にはジャブですよね。はい。ジャブ、ワン、ツー。うん、うん、うん。大丈夫ですか？ワン、ツー。はい。はい。まあ、右利きの場合ですね。はい。右利きだったら、うん、右手が後ろ。はい。左手が前。うん、うん。こっちはジャブです。はい、まあ。これで距離を測ったり。はい。で、隙があったら右を打つみたいな。うん、うん、うん。はい。が基本的な。で、また戻る。っていう基本的な感じですね。で、さっきのドネアのフックって言うとどんな感じにできますか？フックは、まあ、左フックなんで、はい、こう横から来る感じですね。こういう、パンって。だから、はい、こう相手だったらこっちから飛んでくる感じですね。こういろんな、まあ、フックだけじゃなくてワンツー打ってフックとか、右打ってフックとか、いろいろありますけど、基本的にはこう横から飛んでくるパンチですね。あのワンツーフックぐらいな感じで、ワンツースリーぐらいでちょっと。ワンツーフックですか？はい。パンって。はい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 。すげえな、やっぱり。これ、どうしよう、ちょっともっと遠隔にしてみようかな。ああ、はいはいはい。はい、
げえな。ありがとうございます。はい、すげえ、やっぱり。って感じですね。まあでも今のはあくまで映像なので、はい、本当だったらもっと近いんですもんね。そうですね。これぐらいの距離ってことですよね。まあ、これちょっと近いかもしれないですね。ここからまあ飛んでくるたりとか。ちょっと今の、なんとなく踏み込みしてもらっていいですか。はい、距離はまあ大体、このぐらいかな。はい、まあ、うん。で、距離測って入ったり、はい、下がったり。ジャブで入ったりとか、パッ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 、はい、ありがとうございます。こんな感じですね。はい、その中でドネアの左フックっていうのが、はい、あ、どういう形で当てていくのかな。多分なんかこの肩甲骨で、うんうんうん、この打つんですけど、この一回こうなんていうんですかね、見えないんですけど、一回 この動きあるんですよね。この引いて遠心力使うと思うんですけど、引いてこう、こっからこれだとあんま効かないじゃないですか、これだけだと。ただこの肩甲骨を使って打つんですけど、この一瞬でこう見えないぐらいなんですけど、めっちゃ多分こう下が一瞬で何ですか、下がってパン、これが多分尋常じゃないぐらい早いんで、多分見えないんです。パンパンってこの、はい、はい、それをスローで、はい、まあ、ちょっと真似していただいて、打ってみて、イメージ打っていただいて、スローだと多分ゆっくり一回こうこの肩甲骨使うために引いて、はい、この力利用してパンっていう、はい、ここまで行ってるんですか。パーンっていう、はいはいはい、この動きもめっちゃ速い、はい、見えないですね。だからとか、まあでも左だけじゃなくて右を見せといてとか、下向いといて打つとか、いろいろあるんですけど、ぜひこのカメラを買おうとしていただいて、そこになんとなくこう打つ、打つ感じですか。はい、ここら辺をこう、これ打つ、はい、うわとか、下見とい、下打って切ったりとか、うん、あ、ごめんなさい、大丈夫です。パンとか、うわ、すご、はい、なるほどな、いろいろありがとうございます。それを、ね、それをそのリングを使って、はい、その四方八方回りながら、あ、そうですね、相手の距離を保って、ここだけじゃないんでしょ、動いてるんで、相手も、はい、相手も動いてるんで難しそうね、はい、こういう感じですよね、はい、相手も動いてるんで難しいですよね。うわ、すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。